て知って本当に幸せだなって実感してただけよ。なんだよ唐突に。あ、そうそう、今夜は夕飯いらないから、この間みたいに待ってなくていいからな。例の企画が通りそうなんだ。本当？これでお父様の部長さんへの評価がまた上がるわね。ああ、親父の会社の次期社長って言っても多めに見てくれるわけでもないし、扱いは他の社員と一緒だからな。ねえ部長さん、私がお父さんのお店で働いてたこと本当にもう何も思ってないよ。なんだよまたその話か。ホステスで言っても銀座の高級クラブなんだし、それにお父様の店じゃないか。その辺のキャバクラじゃないんだから。本当にそう思ってる？この間もそう言ったじゃないか。あの店は僕も時々きちっと利用させてもらってるし、ほとんど代理者の接点の場じゃないか。じゃあ心配しなくていいのね。ああもちろんだよ。嬉しい。
あ、どうもこんにちは。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、水回りの方からちょっと点検しますね。お邪魔します。途絶えてしまっている。それが私には。